広報宮代5月号をダイジェストでお知らせします。今月の特集記事、では東武動物公園駅西口ワクワクロード事業についてお知らせします。ワクワクロード事業は駅前から新しい村までの道路と歩道をリニューアルしようというものです。その社会実験の一環として行われた取り組みについて紹介しています。今月のピックアップ、4ページでは地産地消推進の店募集、5ページでは令和5年度宮代町20歳の集い実行委員募集です。埼玉県コバトン健康マイレージ事業に宮代町独自特典、月刊宮代は足元からの健康法シニア初めて講座、立ち神殿集会所で子どもの居場所づくりの一環として実施された子ども広場、須賀中学校が体力向上優良校表彰受賞、4年ぶりに開催された宮代町春の風物詩桜市、3世代交流事業の一環として実施された宮代町爽やかクラブ連合会の皆さんによる紙トンボ作り、以上の5つの記事です。今月の広報は16ページ。読んでね。